はい。ちょっと文章と文章じゃないものの区別のつけ方を少し勉強したいと思います。一番上にあるの見てごらん。The flowers are in Meg's garden. もう、花の話とかしててね。うん、その花たちはね、メグちゃんの庭にあるのよ。これはちゃんとした文章だよね。その横、せーの。The flowers in Meg's garden. これって文章なの？No, it's not a sentence. これはただ単にメグちゃんの庭にある花。で、これを文章にしたかったら、例えば、そうですね。The flowers in Meg's garden are beautiful. とか、I found the flowers in Meg's garden. ね、どれも意味わかるよね。大きな文章の中にこれを一部組み込んでも OK って感じ。はい、その下見てごらん。こっからが大事。新しいことも入ってるよ。せーの。The boy is running in the park. これどういうこと？ Exactly. その男の子は今している最中だよっていう文章だよね。公園で走っているところです。その横、せーの。The boy running in the park. さっき読んだ。The boy is running in the park と一箇所しか違わないよ。何が違うの？そう、is があるかないか、こっちないよね。これはどんな意味になるかというと、男の子、ただの男の子じゃなくて、どんな男の子かちょっと説明を加えている、飾りがあるだけなんです。公園を走っている男の子。もう一回上見てごらん。上も文章じゃなくて、めぐちゃんの庭にあるお花たち。ね。これ、飾りがイング形でついている、そんな文章を新しく習うので、1番でも2番でも出てくると思うよ。それで新しいお話いきます。Number one. 一緒に読みます。Ready, go. The new school year started, and Fred had to get up early in order to catch the school bus. 復習 in order to は？うん。するために。大した意味はなかったけどね。はい、次せーの。But it was Sunday, and Fred could stay in bed as long as he wanted. Fred could stay in bed. これはわかると思います。日曜日だったから、フレッド君はベッドにいることができました。で、as、例えば、as fast as ふむふむだったらできる限り早くとかあったでしょ？ここは as long、できる限り長く。ところができる限りじゃないんです、この場合。He wanted. そう、彼がしたいだけ長い時間、直訳すると長い時間ベッドの中にいることができました。だから好きなだけ長い間ベッドでゴロゴロしていることができたんです。いいね。ところが、もう一回寝ようかなと思っていたその時、せーの。All of a sudden, Fred heard a loud, strange cry. サバ？はい。All of a sudden, やってる実はずーっと昔に。うん、suddenly と一緒。突然。二度寝しようかなと思ったその時、突然、Fred 君は、loud は何？そう、声が大きい。ね、大きな音の、で、大きな音で、しかも奇妙な叫び声、泣き声を聞いたんです。サバ、何なんだろうね、一体。で、何の音だろうと思ったら、It came from the window. せーの。When Fred got up, he saw a large white bird coming into his room through the window. 文章の一番大事な骨組みは、He saw a large white bird. これでいいんです。大きな白い鳥を見たんだよね。だけど、どんな白い鳥かというと、さっきのほら、The boy、どんな boy、running in the park と同じで、どんな bird、coming into his room。彼の部屋に入ってくる。入ってきつつある。そんな大きな白い鳥を見たんです。だから、coming into his room っていうのは飾りです。ね。彼の部屋に入って来ようとしている大きな白い鳥さん。Okay? はい、次せーの。It looked at Fred with big black eyes and cried again. サバ？
Then it jumped onto Fred's arm. 結構大きいよ、これ。うん。はい、number two。自分で読んどいてください。次は復習だ。already ってなんだっけ？そうだよね。もうすでに。で、その下、fridge。これはね、冷蔵庫のこと。だけど、正式名称は refrigerator。refrigerator。長いから、英語を話す人も、まあ、家の中でね、会話するような時は、fridge。ちょっと省略して言うことの方が多いです。冷蔵庫。そのすぐ下、imitate。これは真似をする。だってほら、イミテーションってあるじゃない。ダイヤモンドのイミテーション。本当のダイヤじゃないんだよね。本物のダイヤモンドをイミテイト。真似して作ってある模造ダイヤです。次の文章、ready go. The bird looked excited to hear the words. あんまりサバばっかり言うから、フレッド君も真似してサバって言ってみたわけ。そしたら、The bird looked excited. ここまでは。鳥さんは、興奮したように見えました。このルックは見えるだよ。で、何したがために ?to hear the words. word は念のため、そうだよね、単語。そのサバっていう単語を聞いて、言葉を聞いて興奮したように見えました。で、その次のセリフは très bien。フランス語です。いいんです。別にできなくても。後で意味を教えてあげるからね。はい、次も文章、せーの。I have a big bird eating cereal in the kitchen. これはフレッド君がメグちゃんに電話をして説明をしているところ。文章の骨組みは I have a big bird。大きい鳥がいるんだよね、ここに持ってるんだ、今。どんな鳥？ eating cereal in the kitchen。台所でシリアル。シリアルってコーンフレークみたいなやつだよ。を食べてる大きい鳥持ってんの。いるんだよ。で、しかも話せるんだよって言った後、次も覚えるとこ、せーの。I want you to listen to the words. もし、you がなくって、I want to listen だったら。そうだよね、自分が聞きたい。でも、want to で you をサンドイッチしてるよ。どういうこと？ Good. 僕、君に聞いてもらいたい。ね。君にその単語を聞いてほしいんだよね、言葉を。で、may ってどういう意味で使ってる？普通はしてもいいっていう意味で習ってるよね。あともう一個でも知ってるよ。かもしれない。だから君ならわかるかもしれないからって。はい。あと、次の下線部。repeat。英語の授業、外人の先生が来て repeat after me とか言うかもしれない。繰り返すということです。ね。だから、フレッド君がもう一回サバって repeated 繰り返して言ってみたわけ。それで、あとはわかると思いますよ。はい。それではテストします。Number one。何々するために、ちょっとカッコつけて言ってみてください。はい。in order to. to だけでもいいんだけどね。フレッド君は、もう好きなだけ長い間、ベッドにいることができました。right. もう一回 ready go. Fred could stay in bed as long as he wanted. じゃあ突然2種類で言えるかな？ all of a sudden. まあ、一語で言えば suddenly だよね。はい。彼は大きな白い鳥を見ました。まずここまで。Right. He saw a large white bird. で、どんな white bird? 彼の部屋に入ってこようとしていた。入ってきつつあった。coming into his room. これがくっつけばそのまんま飾りになるんだよね。全部つなげて ready go. He saw a large white bird coming into his room.ほいでね、君たちは頭がいいから、あれ ?which とか who とか that を使って飾りをつけられたのに、それでもいいんじゃないかな。もちろんそれでもいいんです。He saw a large white bird, which is coming into his room. Which is がなくなっていて、同じ意味になれるんです。
だけどね、授業中にちょっとウィッチを使わないとできない場合があるので、それは、授業中に説明してあげようね。はい、number two。もうすでに、already。冷蔵庫、簡単な方でいいよ。はい、fridge。じゃあ、真似をする。imitate。鳥さんは、興奮したように見えました。何したがために、その単語たちを聞いて。Right. The bird looked excited to hear the words. じゃあ、僕は大きな鳥を持っている。ここまで。まあ、簡単すぎたよね。I have a big bird. で、どんな鳥かというと、台所でシリアルを食べている。をくっつけて全部いこうか。Of course.I have a big bird eating cereal in the kitchen. これももちろん、I have a big bird which is eating cereal in the kitchen. でも、OK なんです。でもね、which is なくて済むんだったら短くてこっちの方が簡単だよね。はい。僕は君にその単語たちを聞いてほしい。Excellent. せーの。I want you to listen to the words. じゃあ、してもいいっていう意味もあるけど、かもしれない。うん、may. じゃあ、繰り返す。はい、repeat. Good job, everybody. では、number three、2週目いきます。で、メグちゃんが、フレッド君のお家に来たわけ。その鳥さんを見にね。行くよ、ready, go. Meg looked at the bird and said, It is a pretty parrot, friend. Parrot っていうのは、オウム。綺麗なオウムじゃないって。次覚えるとこ、ready, go. It must belong to a French-speaking owner. はい、belong to。3級の前にやってるかな。何々に所属する。だから何々の持ち物であるっていう感じ。で、その前の must も大事。どういう意味？ Wow, you remember. 覚えてた？まずしなくちゃいけないっていうのはもちろん知っています。もう一つが何々に違いない。よく覚えていました。だからそれは何々さんに所属しているに違いない。何々さんのものに違いない。どんなオーナーさんなの？ A French speaking owner。 だからフランス語を話す持ち主に、属しているに違いないというのが直訳です。はい、次読むよ。 Ready, go. Fred said, A parrot speaking French. これって文章？文章じゃないよね。オウム、どんなオウム？そういうこと。フランス語を話すオウムかって喜んだりびっくりしています。はい、次、レディゴ。 I don't know how to find its owner。 久しぶりの表現だから、 I don't know でわからない。もし where to find だったらどこで見つけたらいいのか。でもこれ how だから、そう、どうやって見つけたらいいのか、そのオーナーをね。持ち主をどうやって見つけてりゃいいかわかんないな。はい、次、せーの。Meg said to the parrot, Je vais prendre ta t-、ま、ちょっとごめんなさい。フランス語です、これ。その後ろに、英語が書いてあります。どんな意味か。そこ行こうか、せーの。I am going to take your picture, okay? Meg ちゃん、フランス語を勉強してるから、学校でね、できたんです。あなたの写真撮ってもいいでしょって、撮るわよ、いいって、一応声をかけて。怖がるといけないからね。はい、せーの。 Then Meg took the picture to the city hall。 写真を撮ってそれを、はい、city hall は何だっけ、うん、市役所に持っていきました。後で矛盾に気がついたんだよね、先生。日曜日なのに市役所が開いている。いいことにします。はい、次、ready, go. At the lost and found counter, she asked, Do you have any report of a missing parrot? あのね、lost and found って覚えておいた方がいいかもしれない。まず、lose, lost, lost、どんな意味だっけ？
そう、もちろん仕事、あ、仕事じゃない、試合に負けるとかの、ね、負けるって意味もあるけど、なくすって意味があったよね。で、このロースターなくしちゃった。でも、ファウンドは、はい、見つかっちゃった。だから、遺失物取扱所って言ったらいいのかな。落とし物がそこにしまってあって、落としちゃった人がそこに探しに来ると見つけられるっていう、そういうもの。それを扱っているカウンターに行ってね、シティホールの。聞いたんです。Missing Parrot っていうのは、行方不明のオウム。Missing は行方不明のっていうこと。だから、行方不明のオウムのレポート、届けがありませんかって聞いたわけ。で、次せーの。Here is the picture of the bird. で、撮ったあの、パロットの写真を見せてね。この鳥なんですけど。はい、次せーの。The man at the counter shook his head and suggested Meg should go to the police station. Shook はもうやってる。活用覚えてる？そう、shake, shake, shake. どういう意味だった？うん、揺れるとか揺らすとか、あと、握手するときにね、shake hands やったと思います。ここは shook his head。頭を振りました。要するに横に、こう、no, no って振ったってこと。違うよっていうこと。これだけでは。頭を振るって。違うと言って、suggest は、うん、よく覚えてました。提案しました。だから市役所じゃなくて、ポリスステーション、警察署に行くべきじゃないかと提案してくれたんです。はい、次、ready, go. But the officer sitting at the front desk said there was no one looking for a parrot. オフィサーはこれ警察官だよね。どんな警察官？ sitting at the front desk。だから警察署に入ってすぐ目の前のフロントデスクに座っていた、これ飾りですよ、イング系のオフィサーが、で、said、言ったんです。なんて言ったの？ There was no one. これで？誰もいませんでした。ね、there is, there was で、there was で、いるとかあるだから。誰もいませんでした。どんな no one なの？飾りがついてるよ。looking for a parrot。うん。オウムを探している人は誰もいなかった。と、オフィサーが言ったんです。もう一回読もうか、せーの。The officer sitting at the front desk said, There was no one looking for a parrot. Good. はい、number four. 最初の come up with 原型で覚えてね。実は前やってる。うん、何々を思いつくっていうことだよね。市役所に行ってもダメ。警察署に行ってもダメ。諦めるかなと思ったら、もっとすごいいいアイデアを思いついたんです。その行の一番最後から、サニータウンポストっていうのがあるけど、これは彼女が時々記事を書いている新聞だったよね、街のね。はい、次。Both English and French。知ってんじゃない？もう。英語とフランス語両方でということ。はい。で、お知らせの内容、せーの。We are looking for the owner of a white parrot which speaks French. じゃあ、We are looking for the owner of a white parrot. ここまでで。Good. 白いオウムの持ち主を私たちは探していますよ。で、パロットの説明、今回は which で作られています。そう、フランス語を話す白いオウムね。もう一回読みます。せーの。We are looking for the owner of a white parrot which speaks French. そのすぐ下、publish ってなんだっけ？出版する。publisher は出版社だからね。はい、次文章、ready go. When the bird saw the woman coming into Fred's living room, it flew to her.で、持ち主が実は見つかったわけ。で、フレッド君の家に取りに来たの、鳥さんを。で、鳥さんが、the woman、女性を見たとき、どんな女性か、イングで飾りがついています。coming into Fred's living room。
フレッド君のうちのリビングルームに入ってくる女性を見たとき。ね。カミングから、飾りだよ、これ。はい。It flew. 何の過去形かな、flew。そう、飛ぶ。活用性の fly, flew, flown。だから喜んで、それは彼女のとこに飛んでいきました。で、フランス語がいっぱい出てくるのかな。そのすぐ下の行、サワー・ルウィーって女の人がいた。ルウィーというのはフランス語の名前。ほら、ルイ14世とか16世とか聞いたことあるよね。ルウィー。したらルイが、トレビアンと答え。あとは覚えるとこないんだけど、もう一言、フランス語が出てきます。アビアントっていうのが出てくる。アビアントっていうのは See you soon とか See you later という意味。そうね。あとマルティニックという島の名前が出てくる。それはカリブの島、カリブ海に浮かんでいる小さいフランス領の島だから、そこではフランス語を話すんだね、人々はね。はい、ではテストします。 Number 3、それはフランス語を話すオーナーに属しているに違いない。OK。せーの。It must belong to a French speaking owner. 僕はどうやって持ち主を探したらいいかわからない。Exactly. もう一回、ready, go. I don't know how to find its owner. じゃあ、フルの活用。shake, shook, shaken. 提案する。suggest. はい、文章いくよ。officer, 警察官ね。どんな警察官か、イング系で飾りをつけます。フロントデスクに座っている警察官が言いました。ここまでにしよう。great. The officer sitting at the front desk said. ここで初めて動詞の生徒が出てくるんだね。はい、言った内容、誰もいませんでした。ここまで。There was no one. どんな no one なの？イングでまた飾りです。オウムを探している。Looking for a parrot. じゃあ、there から parrot まで ready go. There was no one looking for a parrot. じゃあ、全部つなげるよ。せーの。The officer sitting at the front desk said, There was no one looking for a parrot. はい、number four. 何々を思いつく。come up with. 原型で覚えてね。came じゃなくてね。英語とフランス語両方。both English and French. はい、私たちは、どこまでしよう。白いオウムの持ち主を探しているところです。Good. We are looking for the owner of a white parrot. どんな white parrot? 今回はウィッチで説明を加えてください。フランス語を話す。Which speaks French? なんで speak じゃなくて speaks なの?すがついてんの?そう、white parrot っていうのは、愛でもなくて、ゆでもなくて、他の誰か一人だからだよ。OK? では全部合わせて、ready, go. We are looking for the owner of a white parrot which speaks French. はい、じゃあ出版する。publish. はい、文章。鳥さんがその女性を見たとき、ここまでだったら、When the bird saw the woman. じゃあ、ただのウォーマンじゃないの。フレッド君のリビングルームに入ってくる、そんな女の人。イング系で飾りを、the woman から言ってごらん。Good job. The woman coming into Fred's living room. 全部つなげて、そこまで、せーの。When the bird saw the woman coming into Fred's living room.はい、じゃあ最後ね。それは彼女に飛んでいきました。Yes, it flew to her. 全部つなげて、せーの。When the bird saw the woman coming into Fred's living room, it flew to her. そのぐらいかな。OK。
じゃあ、ちょっとね、フランス語の表現3つぐらい覚えられたらかっこいいかなと思います。それではまた明日。バイ。